台湾小松菜木はマメ科の必脂植物である。布などを藍色に染めるインディゴ染料が得られる植物の一つで木から採取できる藍としてインディゴが化学合成されるまでは主要な染料であった。現在でも天然染料としてインドネシアやマレーシアではニラという名称で販売されているほかロシアやイランなどではバスマと呼ばれ他のマメ科植物と同様に 土壌改良効果が期待できる緑化植物として活用されている。温帯、熱帯アジアやアフリカの一部などで広く南西域も栽培されていたため、本来の原産地は不明である。1から2メートルの高さに育つ低木である。育つ気候に応じて、1年生、植物、2年生植物、または多年生植物となる。薄緑色の羽状の葉と、 紫やピンクの相乗過剰を持つインディゴは、葉に含まれる、インディカンを水に浸し抽出し発酵させ、インドキシルに分解後、酸素を送り込んで酸化させる沈殿法という方法を使用し製造されていた。または、葉を発酵させた後、水酸化ナトリウムのような強アルカリ性の液を混ぜる方法も用いられた。13世紀の探検家、マルコ・ポーロによって、初めて、 インドでのインディゴの調合の仕方が報告された。その後、中世ヨーロッパで頻繁に絵画などに使用されるようになった。台湾小松な栽培とインディゴ染料製造を描いた同伴画。ジーン・バティスト・ジュテルトラ原画。イスト・ワール・ジェネラル・デ・アンティル第4巻初集。ザ・プラントリスト・エイワー・アーキング・リスト・オブ・オール・プラント・スピーシーズ。2016年7月11日閲覧。 台湾小松なぎ、動植物名読み方辞典普及版、ヒソトアソシエーツ、2018年7月28日閲覧、気合、ナショナルガーデニングアソシエーショントゥルーインディゴ、インディガーフェラピンクトリアアイについて、ピグメンツ、スルーザエジズ、ありがとうございます。